はいどうもたてがみです今回はですね僕らが、まあ、体感として感じたことのあるようなものそういうのを前回ご紹介したレスポンデント条件付けの見方から説明するそういう話していこうと思います。ということで今回のテロップはこちらどどんレスポンデント条件付けと保証反応ということで話してみようと思います。 まあ具体的にどういうことかっていうと皆さんももしかしたら体験としてあるかもしれないんですけどアルコールを毎日飲んでたらアルコールに対して耐性がついてきたような気がするとかコーヒーを毎日飲んでたら別にコーヒーを飲んでもこう目がさえるとかねちょっとこう興奮したような感じがするみたいなそういう変化が。 少なくなななくったたような気がするみたいな体勢がついたように感じ取られる方っていらっしゃると思うんですよ。そしてもう一つここに絵でも描いてるんですけど。<ー>ピュさんってね 環境活動家の方がいらっっしゃって海洋資源とかねそういうものにみんなに目を向けてもらうためにすごく寒い海をこう共栄水着1枚で泳ぐみたいなことをされてる方がいらっしゃるんですけどこの方はなんとすごく不思議なことにですねめちゃくちゃ寒い海を泳ぎ始める直前にですね体温が1 5度上昇するっていうふうに言ってるんですよ。今回の話ではではすねそういういに あれビールとかコーヒーになんか強くなったような気がするとかこのピューさんが泳ぐ前に自分では変化させることが難しいん体温が1.5度勝手に上昇してるみたいなそういうのをなんで起きるんですかっていうのをこの前回の動画でご紹介したレスポンデント条件付けっていう刺激に対する反応とか学習みたいな側面から説明する方法を解説していこうと思いますそれじゃあいってみよう はいということで今回の話をしていく前に前回の動画でご紹介したレスポンデント条件付けを簡単に振り返ってみようと思うんですけどパブロフさんっていう方の実験が有名でこの犬の前に餌を出すと餌っていう刺激に対して唾液を出すっていう反応を、まあ、してたんですけど餌を犬の前に出す直前にベルの音を聞かせるっていうことをするとベルをリンリンってしてから餌を出す。 ベルをリンリンってしてから餌を出すっていうことを反復して繰り返して学習させるとベルの音を聞いただけで唾液が出るっていうそういうことが観察されましたよつまり唾液の分泌量に対して特に意味をなさなかったベルの音っていう中性的な刺激が餌を提示された時と 同じ反応を誘発したそういうい風なこととが観察されたっていうここなんですよねこの現象を刺激と反応っていうところに着目して分析していくために、まあ、刺激と反応をどういうふうに分類してそれにどういう専門用語をつけてるかっていうことを前回の動画では解説したんですけど昔のパブロフさんの時代っていうのはこのベルの音が鳴った時に出る唾液 っていうものと餌を置かれた時に犬が出す唾液っていうのは同じものだっていうふうに考えられてたんですよでも最近の研究では餌によって誘発される唾液と音によって誘発される唾液っていうのは必ずしも同じものじゃないですよっていうようなそういう例を示している報告っていうのが多いんですよねそういう報告の中でもすごく興味深い現象として 報告されているのが、今回ご紹介する条件保証反応っていうことなんですよ。それのすごく代表的な話としてよく挙げられるのが、シーゲルさんっていう方が薬物耐性ですよね。冒頭でも例に出した、まあ、例えばアルコールとかカフェインみたいな合法的な薬物の話でも、僕ら実感できるんですけど、シーゲルさんはモルヒネとかの強い依存性のある化学物質、そういうものに対しても、 まあ僕らあんま使う機会はないですけど使っていくと薬物耐性っててのが出てくるんですよ同じ量を使っても同じような効果が出ないってことが現れてくるんですけどそういう薬物耐性の発達っていうのはね生理学的な説明じゃなくてレスポンデント条件付けによる学習過程の進行でそういうことが起きてるんじゃないですかっていうふうに考えてそれをラットによる実験でまあ確かめていったっていう。 すすごく有名な話があるんですよ。シーゲルさんが何に注目したかっていうと薬物を体内にこう打ち込んでね体の中で生理的にどうなってるんですかっていう話じゃなくてその薬物を使った部屋とかねそういう環境とか状況の事象、まあ、そういうのを文脈刺激とかも言ったりするんですけどそういうのに注目したんですよね。だからどどうううういい場所で、でう、う状況で 薬物を摂取したんですかみたいなそういう文脈の方に注目したってことです。でシーゲルさんはそういう部屋とかのねそういう環境事象が条件刺激、まあ、さっきのパブロフの犬の例でいうとベルの音みたいな機能をしてそういう無条件反応にきっ抗する薬物体制としての条件反応っていうのを誘発してるんじゃないですかっていうふうに考えたんですよ。 これだけ言われるとちょっと難しく考えるかもしれないですけどどういうことかっていうと僕ら人間にはホメオスタシスって言って体の状態をまあ一定に保ちましょうみたいなそういう仕組みがあるっていうふうに考えられてるんですよね、まあ、体温を大体36度から37度の間ぐらいに保とうとか、まあ、血圧とかを一定に保とうとかそれが変に上がっちゃったら下げようとして下がっちゃったら上げようとするみたいな。 そういう向上性を維持しようとするみたいなそういう風に保証するような機能っていうのが、まあ、元々備わってますよねっていうところがあるとで薬物を摂取すると体にそういう保証反応を引き起こすまあ、引き金になるっていう話なんですよだからまあすごく一般的な例で言うとカフェインを摂取すると血圧っていうのは上がるんですけどその上がった血圧を元の血圧に維持しようとしてそのカフェインで上がった分の血圧を まあ元の状態に維持しようみたいな保証するような反応が起こって血圧が次に低下するみたいなことが起こるとだからまあ僕ら一般的にはカフェインの摂取って言ったらまあチョコレートを食べるとかまあコーヒーを飲むとかすると思うんですけどまあ例えばコーヒーだとまあコーヒーを飲みます血圧が上がりますで体がそれを下げようと反応しますでまたコーヒーを飲む血圧が上がるそれを下げようとするって。 この学習が繰り返されることによってカフェインス摂取に関する手がかり、まあ、今回の話の中で言うとコーヒーヒを飲もうととすすするることに対する手がかりですよね例えば飲む前のコーヒーの香りだとか同じマグカップを使ってたらそのマグカップの触れた感触とかコーヒーをドリップする時の音とかそういうものが条件刺激。パブロフののの犬で言うとこのベルの 音みたいな役割を果たして条件反応としての保証反応っていうのと連合を作り出すっていうことが薬物ののの促進っってててていいいううのの説明として行われているっていうことなんですよねだからベルの音を聞いたら唾液が出ちゃうみたいな学習を犬がしたみたいに僕らが例えばアルコールを飲む前の何かしらの手がかりとかコーヒーを飲む前の何かしらの手がかりっていうのがベルの音みたいな 条件刺激になって、それアルコールとかカフェみたいな薬物を摂取した時に起こる。体の反応っていう。そういう保証反応が条件反応として出る。それが薬物耐性になってるんじゃないですか。っていう話なんですよ。それがどうやって見て取れるかっていうと、条件反応としての保証反応が誘発されない状況を作ると、薬物耐性の低下が観察されるっていうところがあるんですよね。 まあ例えばコーヒーをずっと飲んでる人ってまあ薬物体制が出てきてコーヒーを飲んでもそれほど変化ってのは起こらないんですけどこのコーヒーを1杯飲んだ時と同じようなカフェインの量を注射するといつもと違うカフェインの摂取の仕方になってカフェインの効果っていうのが体に現れるっていうのが 見て取れるとかあと有名な報告とかでは、まあ、コカインとかヘロインみたいなね危険な薬物ですよねそういうのを服用型で亡くなる方っていうのがまあいるんですけどそういうコカインとかヘロインの服用型で亡くなる人の大半っていうのは調べてみると普段の摂取量以上は摂取してないんですよねこの亡くなってるタイミングでじゃあ何でこういう薬物を使ってる人が普段と同じ量を使ったのに なくなっっっててしまったのかっていうと今回話してるこの保証反応が誘発されないような状況とか環境で服用してしまったっていうのがあるみたいで例えば服用する量は一緒なんだけどいつも左手に打ってるのに今日は右手に打ったとか量は一緒なんだけどいつもと違う器具を使ったとかいつもと違う部屋とか違う環境で 注射してしてまったそういう環境とか状況がいつもと違ったから保証反応っってていうのが生じずに薬物体制を低下させてしまったとだからいつもはこういう状況とか環境で薬物を体内に取り込んでるみたいな文脈刺激のもとで学習された薬物に対する体制っていう条件反応が文脈刺激のない環境のもとでは出現せずに薬物を使用するほどに少しずつ 増量されていった薬物の直接的な効果がそのまま作用してしまったっていう風に見られてるんですよね。ということでパブロフさんの頃は同じだって言われてたこの条件反応パブロフさんの例で言うとベルが鳴って出た唾液と無条件反応パブロフさんの例で言うと餌を置かれて出た唾液。そういうい 条条件件反反応応と無条件反応が類似しないいっていう例そういういい報告が多いんですよねで現在のところ条件反応っていうのは製造にとってより有利な方向で作用するように無条件反応に先立って反応を形成しているっていうふうに考えられてますせと。だからパブロフの犬も音によって分泌した唾液そういう条件反応の方が餌の消化にとってより有利な方向で 唾液分泌が形成されてるんじゃないですかっていう風にも考えられるっていうことですはいということで今回はレスポンデント条件付けと保証反応ということで話してきました僕もね大学の授業でこう生理学か遺伝学かなんか習ってる時にお酒をいっぱい飲んだからってお酒を分解する遺伝子とか強く生きてるうちになるってことはないよっていう風うに教わったんですけど その時は、いやでもずっとお酒飲んでる人がなんかお酒強くなったみたいな話とかそういう実感とかって結構あるよねって不思議に思うことも多かったんですけど、まあ、今回お話した条件保障反応のねこの話を聞いてあなるほどとそういうアルコールとかを取る前のそういうお酒の匂いだったりその居酒屋さんとかねいつも家で飲んでるその環境とかその乾杯っていうみんなの掛け声だったりそういう刺激で 体がアルコールが入ってくるのに対応するみたいなそういう補償反応が、まあ、薬物体制として機能してるってまあ、そういう話なんだなとすごく納得するようなそういう話でね面白いなと思ったので今回ご紹介させていただきましたで、まあ、次回以降はですねこのレスポンデント条件付けっていうのが僕らの不安とか恐怖みたいなそういう 情動とかととかかかどういううい風にこうつながってるのかとかそれを直していくために行動療法がこのレスポンデント条件付けの考え方をどういう風に取り入れたのかとかそういうレスポンデント条件付けのこの発展の過程みたいなものをですね結構初期の方からまた解説していこうと思いますのでもしよければチャンネル登録や高評価などしていただいてそういう話も楽しみに見ていただけたらと思いますということで縦てでしたまたお会いしましょうバイバーイ